キャプテンパンチ佐藤でしょ、はい、一言多いっていうことで皆さんに迷惑をかけてた。だからダメなんだよって今突っ込んでるかもしれない。ミスターパーフェクトマキハラ、はい、ということで、はい、今回からミスターパーフェクトマキハラのアシスタントを務めさせていただきます、はい、神田レイミと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ今日のゲストお願いします。はい、今回のゲストは阿波野秀幸さんです。よろしくお願いします。お邪魔いたします。体格的に自信がなかったので、あんまりこうプロっていうよりはもっとどっかワンクッションツークッションしてからの方が行くとしてもいいんだろうなと思って。社会人は考えなかった。進学しようと思ってました、できれば。あ、はい、だからまあ国際的な大学に見えるアジア大学アジア大学全く見えない。いやいや、だってアジアをね、アジア大学って本当に大学のことあんまり知らない人は、あ、国際的な大学なんだって思うじゃん。カタカナのアジアから俺初めにさ思いましたよ、アジア大学って聞いた時に、うん、国際的な大学なんだろうなと思って。全然国際的じゃなかったんですよ。じゃないです、もうどこにあるかも分かんなかったし、よく、うん、ただ名前の規模はでかいですよね、アジアですからね。でかい、もうすごい、まあ、日大とかよりでかいわけですから。下手したら本当にあのトルコまでアジアですからね。考えてみたらね、すごいことなんですよ。ではそのアジア大学時代のこともご紹介します、うん。同期にはパンチ佐藤さん、1年後輩に与田剛さんがいらっしゃいます。はいはい、天野さん、大学時代は通算32勝17敗防御率 1.83 282奪三振と、うんうん、素晴らしい成績を残されたわけなんですが、あの当時のアジア大の監督のお話として、試合で打たれると頭を壁にぶつけて悔しがっていたという逸話があるとウィキペディアに書かれているんですが、うん、これはあの打たなかった野手に対して違かったんですか。防御率 1.8 だったら、まあ、ほとんど打たれてないわけですから、はい、やっぱり当てつけですか。いやいやいや、それは違います。なんでそこまで ゲストですよね、今日ね。どうなんですか。でも多分自分が行きたいっていうタイミングで行けなかった時だったと思うんですよ、ね。うんうんうん、一回まあ心当たりはあるんですけど、まあ ほとんどの試合、32勝っておそらくイメージが一体どれぐらいかって分かんないと思うんですけど、はいはい、ですね、リーグ戦っていうのはだいたい約10試合ぐらいあるんですよ。はいはい、そのうちに、1週間に2試合っていう考えてください。うん、ですからだいたいすごい今の時代のピッチャーだと5勝ぐらいするんですよ。はい、それが春と秋にあるんで、はい、10勝、うん、でまあ2年3年4年って投げたら、まあ一応30勝ぐらいになるんですけど、でそれで37だから、それにまず上積みがあるわけだから、そうですね、ほぼ勝ってるピッチャーってことですよね。そうですね、1回やら9勝っていうシーズンがあったんですよ。うん、それはもうチームってどんなに勝っても10勝までしかできないんですよ、大学のリーグ戦。10勝のうちの9勝上げて、で9勝で、優勝できなくてプレーオフの試合になったんですよ。うんうん、それで負けてしまったんですけど、そこで壁に、その途中の試合で今日は勝てるっていう時に準備していけると思ってたんですけど、違うピッチャーが続投して、そこで何度もじゃないんだっていうようなことが、多分あの神宮球場ってこうスカウト陣とかもみんなこう上から見てるんで、はい、多分そこだと思います。それはわざとじゃないです。で今ちょっと前髪で隠してるけど、ここに傷があるのも、ね、その時の、そうですね、もうなるべくバレないように増やしたみたいな。違います。違う。カツラじゃないですね。ラチラですね。ラチラですね。良かったです。良かったですね。ぶつけたんですよ。こうやってガンガンって。これでも9勝ってリーグタイ記録。それリ、まあ他にもう2人ぐらいいるんですけど、リーグ記録ですね。まあでもそうじゃないとやっぱりそんなに目立たないし、やっぱり左ピッチャーっていうのはもう1年目ぐらいからやっぱ各スカウトってものすごいやっぱ左ピッチャー、右と左で同じぐらいだったら左をものすごくこう取りたがるような、今もそうだし時代なんですよね。だからまあプロ意識したのって何年ぐらいですか。大学2年生ぐらいです。
大学にね、20歳ぐらいの時にその辺からこうなんか金遣いが荒くなって、うん、俺は契約金入るからいいやとか、そういうのそういうの誰のことですか。いやいや、ないですか。ないですね。ないの。もう一切ないですよ、そんな。大学生ってなんかすごいこうなんか楽しく謳歌してわーっと楽しんだっていう、なんか試合終わった後ですよ、こうもうお酒も飲めるようになって新宿あたりでバーッと飲んだとかって、そういう思い出はどう。一度あの僕の母校に、うん、大学にお連れしますよ。俺アジア大学行ったことあります。武蔵野だっけ、武蔵引田っていうところに。もうすごい田舎ですよね。そうですそうです。びっくりした俺も行って。あれ東京ですから、あそこ。あ、そうか、はい、市がつくんですよね、武蔵野市。あれどこ。西多摩郡なんです。西多摩郡、はい。あ、だからもう本当にどかなんですね、はい、もうそういう、うん、まあ、対戦するチームが青山学院とか、なんかまあ駒沢も結構厳しかったんですけど、これ青山学院とかはやはり現地集合、現地解散みたいな感じなんですよ、神宮で、うん、でやはりこう出入り口でちょっと彼女らしき人とかも、うん、こう待ってるわけだ。待ってる。アジアは、アジアはぎゅうぎゅうのバスで1時間ぐらいかけて神宮球場に着いて、で試合が終わったらそこでまた乗って、負けたらもう帰ったら練習なんですけど、 その中で見てるんです。いいなあ、そうなの。そうです。いや、なんかまあ、ちょっと聞きたいんですけど、はい、六大学、東京六大学ともたまにしますよね。オープン戦をやります。慶応とかで、そういう時にも彼女らしき人たちがいるような感じなんですか。どうなんですか。ね、明治とかは結構同じような雰囲気でやってたんです。厳しい。あ、厳しい、はい、うん、で早稲田大学は安倍球場って結構、うん、今違う球場なんですけど、はい、うん、比較的都会にあって、あれはどこだろう、新宿とかあっちの方にあるんですかね、うん、バスで行ったからよく分かんないんですけど、うん、そこには応援に来てるんですよ、一般の学生が。あ、俺の活動見てみろみたいな感じで。そうです。でこうスタンドになってるんで、うん、こうね、やっぱりこうミニスカートとか、うん、あの綺麗な格好してる人がいるんで、僕らも早稲田と試合する時だけはサングラスしていくんです。なんで？でこうベンチの前でキャッチボールとか素振りとかしてても目線が分からないじゃないですか。あ、見られてる。可愛い女性た、女子大生から本当はこうやってみんなこうやって見たいところですけど、何あのアジアの人こっちばっか見てとか言われてからこうサングラスして。僕はね、やっぱり当時 DH じゃなかったんで、大学も、うんうん、もう出番もないんですけど、バット持って意味もないのにバット持ってということは、このここにサインをもらってる石井博先生は、はい、ちょうどね、早稲田ですから、注目されて、もしかしたら彼女を呼んでたかもしれないと。今先生なんだけど、可能性あるってことですね。そうそう、僕この間早慶戦を初めて見に行ったんです。はいはいはい、一回早慶っていうのを見に行こうと思って生で、はい、うん、話は聞いてたんですけど、うん、やっぱりね、別物でした。自分のアジア大学 の、はい、そのアジア対青学の試合とは違うもの、はい、大学野球とはちょっと別の、すごいすごい、こう華やかで応援もすごくて、あとはですね、なんかこう OB たちの集まる席も、はい、なんかこう日本を、はい、動かしてる感じがあるっていう、なんか勢力の戦いみたいな。そうですね、慶応だとなんかすごいお坊ちゃまとかいろんなところとかすごい人たち、財閥からいろいろいそうだし、早稲田もまたすごい人たちが固めてて、なんかその辺の多分寄付金で争いそうなイメージないですよ、なんかね、これ高貴な、うん、でもなんか確かに私は慶応だったので早慶戦、あ、そうなんだよ、レンちゃん、そうなんだ、慶応、あ、なんか嬉しい、来てそんな話、嬉しいですから、まあ、嬉しいです。確かに女の子たちは、うん、この子たちは選手の彼女さんなんだろうなみたいな子はもう分かります。私も言ってて、あ、打った時、あ、こうやってやったりとかも服装とかもすごい張り切ってたりして、あ、いいなみたいな感じで見てました。悔しいなだから、あの今プロで入ってて、はい、
あの活躍できないやつとかがもしいたとするじゃないですか、はい、早稲田と慶応で多分そこのファンの人たちはだからダメなんだよって今突っ込んでるかもしれないですけどチャラチャラしてるからとかって思われねそんなやつばっかじゃないですよ多分ね、うん、でもそういう感じがこう2人の証言を得られたってことですねちょっとまあ僕はね在学じゃないから、うん、羨ましいな反面すごい世界があるんだなと思ってどうでしたあのその当時見たその、自分がやってた時と今の大学野球って、はい、ちょっとレベル上がってます上がってます上がってる上がってます、うん、もう投げるボールも速いし、うん、あとはあの何でしょうねもう格好も本当プロみたいな感じなんですノックとかもはい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 、うん、もうじゃあ天野さんたちの時は違う僕らもそうですけど牧さんの時代も、うん、多分大分高校も声出せとか声出せとかやってたでしょ、うん、で僕が進んだ亜細亜大学はその高校の延長みたいな雰囲気あるんです、うん、声出せ声を出さないとそこに打球打たないぞみたいな、うん、あもうだって、はいキャプテンパンチ佐藤でしょ、はい、もう明らかに声だけだろってあのイメージがあるじゃん、はい、パンチには悪いけど、はい、なんかその気合と根性みたいなのがインスパイアされるその部分があるよな、はいうん、パンチ佐藤さんって当時どういう感じだったんですかキャラクターというか僕はもういまだにずっと変わってないなって印象ですもううん、口は達者だし、作ってないんだね、はい、当時からそうですね、まあ、あのよく、うん、一言多いっていうことで皆さんに迷惑をかけてたことがあってあ、まあ、要するに、はい、先輩たちに、はい、あの連帯責任で呼び出されて、はい、あの佐藤うるせえからって、はい、でも迷惑かけてて、はい、よくキャプテンに逆に指名されたなと僕は思うんですようん、そうですよねそこ不思議だと思います、うんうん、あのどんなにこう例えばそういう先輩からの対象になって、うん、心も体も痛めつけられてても、うん、やっぱ夜素振りやったりとか、はい、そういうのは欠かさなかったでも野球に対する真摯な姿勢が、はい、他の同級生からしても、はい、まあこいつじゃあしょうがねえかとそうですねその熱量はやはり同級生も先輩後輩も認めてたんで例えばドカベンっていう漫画がありまして、はい、それは神奈川県が舞台の野球漫画なんで、はいはい、でその中の1フレーズで神奈川を制す者は全国を制すっていうフレーズがあった、うん、ドカベンがね、うんそういうもう神奈川激戦区っていうのをすごいクローズアップしてたんですよ、はい、明君高校、はい、明君がそれで佐藤和弘パンチ佐藤さんは外野を守ってて素晴らしいバックホームをしたんですよ、うん、1年生で、うんでもうアウトになっていいぞ佐藤ってみんなでベンチに迎えられたらセンスの神奈川ですから神奈川を制すものは全国を制すみたいなことをベンチで言うわけです大きな声でそうすると神奈川じゃない人いっぱいいるわけじゃないですかうんってなるとそういうのがまた一言多いということで、はい、まあ後に一言多いがためにテレビにはいっぱい出れるようになったわけだから彼の口っていうのはすごく、まあ、彼にとっては大きかったんですよね。そうですね、うん、今でも食事ったりとかするんですけど、はい、例えば鍋とかやると仕切りたがるんですよ、はい、奉行って言うじゃないですか、はい、もう完全に奉行タイプだよね、はい、あいつは自分で将軍って言ってましたあ、はい、もう奉行じゃん尊女そこらの奉行じゃないと将軍だと、はいうん、それでこうこの麺を3分茹でてきてくれとか先にお願いするんですよ店の人に、はいそうするとこうドバッて入れた時にもうすぐ食べれるっていうで入れたのに話が盛り上がってパンチ佐藤さんは「ん?ちょっともう5分経ってますよね」っつって「うん、あすいません」みたいな感じで持ってきて「3分って言ったじゃないですかもうこれはもう旬を過ぎたんでもう一回新しい麺を3分でやってきてくれ」とかあとこう焼肉でもこう焼け上がったタイミングとかをこうどんどん「あ今だ今だ」みたいな。最初に聞くんですよよく焼きがいいのかちょっとレア気味がいいのかと、うん、いや俺はよく焼いた方がいいなって言うとじゃあこれはちょっとまた待とうとか、うん、学生時代ですけど、はい、まあそうは言ってもそんなあの東京から
離れた郡のところに住んでても、はい、多少やっぱり合コンみたいなのあったりはしなかったんですか、もう今昔の話だからいいじゃないですか、ありましたね。ないです。ありました、ないの。ないです。僕一度応援団って、まあ、あの応援のチアの女の子いるじゃないですか、うんうん、あの人たちと一回いつも応援してくれてるから学生課の人が食事をしようっていうことで居酒屋で、いやそれもだって阿波野はそのものすごいモテたと思うよ、トレンディーエースですからねその当時の大学の時は何でも言われたことないです。神田さん、合コンの定義って何ですか、人数ですか、男女の人数と、あとそのやっぱ出会いを求めているっていう互いの状況だと思います。久々に合コンっていう言葉とかいろんな定義とかを聞くと、そんなのあったんだって、俺らも全然やったことないんだよ。ちょっと待って、ちょっと待って、何ですかこれ。いや、分からない。やっぱりなんかもうちょっと野球だけじゃない方が良かったなと思うな。ねえ、あのそう。いいですかもう。一人だけなんか違う方向に行こうとして。いや、だから俺ね、なんでこの振りしたかっていうと、はい、パンチさんがどういう立ち位置で女性たちともこううまくそういう仕切りをやるのかなとちょっと思ったんですよ、今。女性気は全くないです。はあ。だからもうなんか、やっぱ野球に邁進、まあでもね、それが美学の部分もあったりしたの、硬派なところがすごくこう大事だった時代なんです、僕らっていうの。で、女なんて、まあ、うつつ抜かしてたらダメだよっていう人たちが多かった中で、はい、俺は逆に会うのは近鉄に入ってトレンディーエースと言われた時に、あ、そっちの方もやっぱり大学時代からお盛んだったんだろうなと思ってた。全くです。マキさん、もう ここで言ってくださいよ。ない、うん、なかった、はい、ありませんでした。なかったですか。でも近鉄に放たれた時にはやっぱりもう、はい、猛牛になったんですよね。まあ、そこはなんかプロ猛牛になったんですよね。猛牛、そんなもんなかったですか。あ、なんか猛牛ゲームってなりましたけど、ね、ああ、ごめんなさい、ありましたね。やめましょう、これ。俺は分かんない、そういう猛牛ね。